寒いのよく2人ともビールとか飲むね。寒いけど、まあそれけど、からむしろむしろからあえて難しい。私もう想定者に戻れない。あはじゃあマヤがあは言ってくるけど。じゃあいただきますか。あやこくん。もう飲んでるけどね、さっきからね。さっきからずっと飲んでるけどね。飲みっぱなしだね。お茶。お茶でいいの？入れすぎじゃない？でいい、大丈夫だ、大丈夫だ。美味しいよ。静岡茶美味しい。静岡すごい。静岡茶。何だよ。出ないもん、飲むことも。なんか色の多分詰まるよ。なんだっけ、茶葉が詰まるよ。本当にもうちょっと置いた方がいいよ、多分まだ出ないよ。下にぬくもりが伝わるまで。うん、あやこくんさすが。じゃあ先に、あの、どんどんお疲れ様です。飲んじゃった。お疲れ様です。うまうまいな。ねえ、この部屋は誰が決めたの？はい、最高でしょ。え、なんか本とか見た？見てない。で、何で決めたの？じゃあ、何基準で決めたの？この映画いいかなって思って。旅なんてお金がないの。お金がないんだよ。味があればいいんだよ。まあまあまあ、泊まれればいいんだけど、うん、泊まればいいんだけど、ひどくない？ここひどくない？私こう今までさ、違う友達とかさ、会社の人とかとさ、旅行行ったことあるけど、ここまでのところないよ。本当にある意味思い出残るよね。レア、いやいやな。まあまあネタにはなるけどね、うん、だいぶね。まずテレビを探したでしょ。あんまりこう、あんまりなんやかんみたい。あんまりなんかさ、茶葉が全部お湯を吸ってるんだけど。詰まるよ、多分出てこないよ、お湯が。食べれるっていうので、ね、静岡のお茶っぱ食べれるっていう。一番茶なんだっけ、ふりかけの新茶。こわほら、全部吸ってる。全部吸ってるし、なんか色おかしいよ。すごいおかしいよ、ちょっともう一人入れたらっていう。湯だけ入れやん。なんか結構散々なんだけど。なんでこんな場所、なかなか来る機会ないよ、こんな機会じゃない。まあ、ほら、最初ね、すごいテンション高かったよ、それが。初めての旅行らしさ。その、この湯飲みじゃない。いやー、これ何この色。これ緑茶の色じゃないの。てか、湯飲みにお湯入れればいいよ。そうだよ、あの、そういうこと。これもなんか、いいよ、すごい吸ってるもん。うわー、これちょっと本当やばい、これちょっと飲んで。言うほど、じゃあほんとやばいよこれ。言うほど。ちょっと静岡のお茶ちょっとやばいよねこれ。もう今日のイルカぐらいやばいよ。うわ、今日のイルカぐらいやばいよ。もう一回言おうか。今日のイルカぐらいやばいよ。やばいよねこれ。味がある。ティッシュ取って。味がある。ちょっと待って、ひどいこれ。ちょっとほんとやばい。やばいよね。絶対これはここでしか飲めない。滑ったところでみたいな。こうすればからお茶っぱでみたいな。いや、言うほど言ったって、どうにかすれば食べれるし、どうにかすれば飲めるん。いや、誰が食べようって言ったの、あれ。あれ誰が見つけたの。だってね、あれ超うまい。本当にそう思ったの。素直になれよ。うん、てかここでしか食べれないじゃん。まあ、それはね、他で見たらもう私は殺到するよ。泡吹いちゃう、トラウマだよ、もうあれ。タコみたいな。トラウマ。タコ、トラウマだよ。タコじゃないよ、あれタイヤだよ。あの、匂いが、思い出してきた。そう、思い出してきた。これでちょっと薄めたらいい。これもちょっと相当やばいよね。うん。あ、気持ち悪い。いやいや。お湯がいい。ただの、うん、ちょっと待って、これやばいよ。言ったってここでしか飲めないものだし、ここでしか食べれないものなんだよ。え？
れゆきにお土産しようよ、残してあるから。いやいやいや、友達やめられるよ、友達やめられるよ。あ、ゆきにお土産しよう。あれ冷蔵庫に入れとかなくて大丈夫だってか、私冷凍庫に行ってるもん今。今なんか保存方法の聞いたもん。冷凍すればなんか何日間持つ的なこと言ってた。食べない場合は冷凍庫に入れてどういうことだろうね。食べない人が多いじゃん前提なの違う、なんか普通に未開封的な感じだったら絶対さ違う、あの地元の人もさ、私たちが買ってんの見てさ、うわ買っちゃってるよ的な雰囲気だったよ。おじさんものすごい勢いで来たよ、よっしゃーっつって、だからよし食いついたみたいな感じだちょうど1000円だからね、知らねえんだこいつらみたいな1000円高いよあれだって食べる人がいなかったら売らないじゃん、好きな人は好きなんだよね。全然いけると思うけど。いやあれ好きな人は意外と思うよほらあのさ、どっかのさ、スウェーデンかどっかのさ、あのめちゃめちゃ臭いかサバ缶あるじゃん、なんだっけ、あれはない、あれはないよ、イワシかサバか分かんないけど、うんうん、あれに匹敵するよ。いや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 、いや絶対そう、あれ1にも満たないよそれの。いや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 そう臭さで、いやでもあれも相当臭いよ、すごいよねあれは。知ってるけど、だって外なのにさ、野外なのに匂ったよ気持ち悪い、だから面白いから一気に食べちゃったね1日目で食べちゃったね、先が覚えられるよ。多分いろんな国行ってるじゃんいつも、多分いろんな、うん、今飛び回ってんじゃん、いろんなとこに。結構さハイソなさ、違う違う、だから、うん、あ新鮮だねっていうか、あ不愉快な味だねっていうかラブコークチェリーコークだから、あチェリーコーク、あれはね、しかもさ海とかどうなの私沼津とかすごい海綺麗だと思ってたんだけど、エメラルドグリーンだよ。エメラルドグリーンでもないよねまあ緑だったよね、青緑も、もうなんかめちゃめちゃ浮いてるしさ、しかもあれあそこで泳いでたイルカなのあれ、だから臭いんじゃないの、うん、ねえ、うん、多分ヘドロだよきっとじゃあね、これの方が断然美味しいよ。そうお湯じゃん、いいよお茶飲むよ私、ちょっとほんとそれやめなって、静岡茶やめんな、やめなって、それとイルカセットで出してみな、うんもうさっき飲んだよ、まあ、ちょっと薄まったよさっきより。だからさ、あのイルカもさ、しばらく経てば匂いとか消えんじゃない、冷凍すれば。あれ焼いたらどうにかなんのか、濃いね、あの硬さを焼いたらもっと硬くなるのかな。じゃあ一回臭みを取るために熱湯でこうガーってやって、あれ酒で洗ったんじゃない、日本酒とかで、ほらなんかよく料理番組とかでさ、だってそれだったらもう味が変わっちゃうじゃん。いいじゃん変えちゃえばあんなものは変えてしまえばいいよ、変えた方がいいよむしろそれやばいよねこれ、何とも言えなくない、気持ち悪い